お疲れさまでした。ということで、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいんですけども、今日はですね、こちら見ていただければわかると思うんですけど、サバーカーの方をね、やっていきたいなと思います。はい。で、デッキが、こちらのね、ロイフグデッキになります。というわけで、今ね、ロイフグ強いのって言われたら、弱いですね。はい。ゴミレベルですね。はい。なぜかというと、今ね、ネクロマンサーであったり、ウォールブレイカーがめっちゃ強いんですよ、今。もう強すぎる。強すぎるんですよ。強すぎて、もう対策カードがめっちゃ増えてます。なんで、その対策として、バルキリーだったり、メガナイトですね。そういった範囲攻撃の、ちょっと火力あるやつがめっちゃ増えてて、もうたまたまですよ。たまたま僕が大好きなお気に入りのロイフグが被害に遭ってるんですよ、マジで。ネクロとウォールブレイカーのせいで僕が大好きなロイフグがたまたまもう潰され、切り刻まれ、もうね、いじめられちゃってるわけなんですけど、そんなね、中でもやっぱ僕はロイフグ愛が強いのでね、自分で言うのもなんですけど、なんで、やっぱね、ロイフグ使って勝ちたいと。今の環境、正直、ロイフ使ってるやつはもうバカか、アホか、一周回って天才ぐらいしかいないんですけど、それぐらいちょっときつい環境ではありますね、ロイフが。でも、普通のロイフデッキだと、やっぱきついと思うんですけど、今回は、迫撃プラス、ロイフデッキ、迫撃ロイフデッキってね、呼ばれるものなんでね、ロイフデッキではあるんですけども、ロイフグをね、出さずに立ち回ります、基本的には。序盤ですね、序盤。序盤ね、ロイフグ飛ばしません。基本的に、攻め迫撃から、すべてね、スタートしていく感じですね。で、言ったら我慢対決ね、みたいなもので、相手がもしバルキリーとかメガナイトとか持ってても、僕がロイフグを飛ばした時に、相手にそのカードがなければいい話なんで、相手がバルキリーとかメガナイトを割いた後にロイフグを飛ばせば、言ったら通るわけなんですよね。はい、天才。というわけで、ということは、相手がバルキリーやメガナイトを割くまでロイフグを出さなければいいんですよ。はい、そういうことです。というわけで、迫撃でね、永遠に攻めます。迫撃アーチャー、バルキリー、スケネクロ、雪ぐらいかな。ちょいちょいポイズンも使っていいし、そこでね、無限に回していきます。で、今回の相手はメガナイト、メガナイト、スケバルかなって感じですね。なんで、今これ飛ばすと、どっちかにバーンってきちゃうんで、飛ばさないです、一回。なんで、多分、しびれを切らすと、相手はね、ネクロバルキリーあたりね、いつか多分出してくるんですよ。これマジっすね。攻め100でもいいか。攻め100すると、槍ゴブがね、たまたま来るか、スケブレがたまたま降ってきましたね。いや、このちょっと、あ、このスケディガーに当てればよかったな。ちょっと下手だったな。で、ここで、ここダメです。ロイフ飛ばすと、メガネで降ってきます、マジで。で、カウンター受けて死にます。なんで、受けから行きます。大体はスプレーが雪玉かザップかわかんないけど、1個だけだと思うので、イモればね、こちらがイモれば相手は、削れないはずなので、イモります。ネクロバはいいばいいですね。これね、踏んできますね、基本的には。踏んできて、なんかね、めっちゃ後ろ追加してくるんですよ、皆さん。で、ここで、バルキリーをね、延命するように、メガナイトの後ろにね、スケルトン出すと、こういうね、こういうところで行きますね。はい。というわけで、相手は、メガナイトもサキーノ、いっぱい使ったので、生き玉、いきまーす。ポイズンでもいいかな。てい。オッケー。こんな感じのことを繰り返していきますね。でも逆に後半だと、相手がメガネと出して、それを守ってをやってると、もうね、メガネと回ってるんですよ。相手マジで。これね、辛いことに。なんで、それがね、また大変なんですけどもね。そこで攻め迫撃ですね。なんで、一旦防衛迫撃から入って、防衛迫撃を残したいですね。ここで相手が別にね、メガナイティちゃんね、出してくれても、僕にはこの、イモリのね、ネクロちゃんがいるんで、別に怖くないっていうのありますね。これね、バルキリーでいいかな。サクッと。はい。ね、これで別にメガネ出されたとってね、後ろから僕はネクロを避けるんでね。はい、これを繰り返していきますと。今ね、ラッティンタイム入ってますね。
で、こういうところで、吐き入れされますね。それ相手はもうここで受けがないよ、これ。本当はね、なんか出してはずなんですよ。あ、ここでめがないとワンチャン。おい。お、これワンチャン行き止める?あ、危ない。オッケーオッケーオッケー。いいよ、今ね。あー、コースティングがいいですね。こんな感じでね。まあ、ずっとイモります。イモります。イモります。もう攻め吐きしたい。攻め吐きしたい。攻め吐きしたすぎて、もうね、止まんない。オッケー。大丈夫か、こいつってなってるかも。あ、これもザップだったからリセットがありますね。でもこれ陸系ないんで、あー、延命したかった。ちょっと今、遅かった。これ行けたもっちゃっていいな。よいしょ。やりごぶはスケぐらいで OK。一体が殴ってからのタイミングでこう出すとスケでいい感じに守ります。あ、ロイグ飛ばせ、飛ばせ、飛ばせ。見ないと回ってねえだろ。これ踏まえたら俺負ける。あ、やばい。え?そんなことある?皆さん申し訳ございません。ボーポイに逃げます。よし。よし。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あぶねえ。負けるとこだった。負けたと思ってるでしょ、皆さん。甘い!なんでね、さっきみたいにシャシャってローグ飛ばすと、ワンパンされちゃうんで、気をつけてください。あとはディガーですね。まあ、ディガーをね、当てるのは僕天才なんで、ここだ。からのおすけ。ふい。はい、来たー。というわけで、ポイズンで勝ち。危なっ!はい、もう地獄ですね。なんで今ローグ使うのは、マジこういったね、メガナイトだったりね、まあ、今回バルキリーはいなかったんで、救われましたけど。今のね、プレイはね、ちょっと参考にしてもらえたら嬉しいですね。なんで、もうあんな感じでね、ロイフグを結構飛ばしてないと思うんですよ、僕。ほぼ。メガナイト裂いた後か、裂いた後にしか本当に飛ばしてない。最後はね、なんか、あれメガナイト出したよなみたいな、ちょっとね、もう、そんなことしなければ絶対負けないのにっていう、唯一の負け筋の方にね、ちょっと、行っちゃってましたけど、それまでね、立ち回りをちょっと参考にしてもらえたらいいかなと思いますね。はい、なんで、我慢クラブです。ただのね。今僕基本的に動画撮るのを寝る前に撮るんですけど、なんで今もう鬼眠いんですけど、眠いんですよ。なんで、マッチングをね、早くしてほしいんですよね、マジで。いやー、なんか雑談するかーって今日ちょっとね、恥ずかしい思いをしたのがあるんですよね。普通になんかリビングで、まあみんなでクララやってたんですよ。みんなでリビングやってたら、リビングでクララしてたら、その、彼女からね、電話がかかってきたんですよ。そのバトル中にね。まあ、で、僕は、出ないでいいかな。まあ、そのクララみんなでこう、ちょっとね、やってた時だったんで、まあいいかなと思ったんですけど、こうみんながね、何が楽しいのかわかんないですけど、ニヤニヤしながら、出ちゃえよみたいなね、このね、まあ、出ようとなって、まあ出ようとなってて、まあね、その電話とかも、まあ2週間ぐらいかな、してないのと、やっぱ、遠距離なんでね、僕、てか今韓国にいるから、まあ会うことはそれは無理なんですけど、なんで、まあ会ってもなくて、電話も、まあ最近してなかったなと思って、5つ、まあ、電話に出たら、彼女がね、もう酔ってたんですよ、マジで。これがまた地獄ですよ。まあ、地獄とは思わないですけどね。もし彼女に聞かれたら、僕死んじゃうかもしんないんで。来たー、マッチング、これ、メガナイト抱くね、ユーノスケラーの人だ。ウルトラいっぱいですけどですね。そう、酔ってたんです。まあ、彼女は二十歳なんでね、別に、お酒飲んでるのは全然。その法的にもね、何も悪いとかないんですけど、その飲んでたからこそね、なんか久しぶりにやっぱ電話して、なんかね、その、もうなんか、ああ、声聞けた、みたいな。わかります?マジで、恥ずいっすよ。恥ずかしいもんね。うわ、声聞いた、もう久しぶりに声聞いた、みたいなもんね、その、いつもはしないような甘えるという行為を、急にしてきたことによって僕の恥ずかしさはマックスになる。なり、部屋はそんなに暑くなかったのに、風呂を出たすぐなのに、汗かくわ、みんなからこう、なんかもうね、悪魔みたいな表情でみんなから見られるわ、もう、もうってなりましたね。久しぶりに今電話できたことはいいことだったんですけどね。たまたまね、みんなでクララしてた時だったっていうのがちょっとね、お辛い事件ですね。まあまあ。ただののろけじゃないですからね、別にこれ。決してのろけじゃないですからね、言っとくと。あ、やばい。痛い。雪玉ちょっと早かった。
出てた出た、これな、待てよ、メガナイトかな、ちょっとな、 C ビューなんすよマジでも。これ勝ちますね、で勝ちたいですね。ネクロかな、やっぱ最低。これにバルキリー避けたくないですね、ちょっとアド取られちゃうんで。神の助で、あ、これやばい、やばい、もう負けそう。なんかいや釣れんだよな、これボブしよう。オッケーオッケー、いやそれ惜しい、それ惜しい、あぶねー。今スケラ打たれてもアーチャー次にやるから耐えれます。はい、これロイフね突破していいな、これ守れねえわ、ちょっと今気づいた。攻めます、攻めます、マリオみたいになってる、マリオみたいに。雪玉、うい、来た、オッケー、これで、うわー、入る入る入る、オッケー、来た、オッケー、いいよ、ターゲットない。このバルキリー一回にちょっと落としたい。オッケーオッケーオッケー、来たー、よし。というわけでここね、相手もまたむずいですけど、まあ僕もむずいよねっていう。うわー、ちょっとすることないんで、一回吐き気置いて、これポイズン使っていいですね。なぜなら、スケラに対しての完全なるメタカード、アーチャーを僕は持っているので。そして相手は、なんか、なんとも言えない位置のポイズン。で、相手もやっぱロイフがあるんでね、その、出しにくいっていうのありますね。あいつを。ボスをね。ポイズンサイドし、後ろから出しつつ、オッケーオッケー、もうここまで来ればね、僕のターンですね。はいはいはい。はいはいはい。よいしょ、いて。いて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 。ワンチャンキング来るけど、まあさすがに守れるんじゃないのって思いますけどね。ちょ、一回囲んで。いや、これむず。あ、でもここにネクロいるんで、ここのネクロをね、攻めにつなげます。こういう位置で。踏むか。うわぁ、これはまたき、もう、これはまたきついわ。これはまたきついわ。なんかめっちゃ、めっちゃ移動すんじゃん。メガネ伝えたってことは今チャンス。いきます。で、ここにね、吐き気を置いてね、ここの、この三角形。夏の大三角形。あ、まあ、気持ちね。よいしょ。はい。あ、全然下手だったわ。この吐き気ね、カスでしたね。で、やっぱダクネがね、厄介なんですよね。ここのネクロに多分ポイズ打ってくると思うんですけど。打ってこないかな。打ってきた。別に嬉しくはないけどね。何も嬉しくはないけどね。でもやっぱ一旦攻めるでしょ。ロイフがやっぱ飛ばすね。ただメガナイトで踏まれるだけなんでね。出さないっすね、もう。もうね、エレキ、うえい。それはね、やるね。やるね、君。めっちゃ打つじゃん、そこ。これちょっとなんかね、やりにくいから一回。あー、それはやばい。まあまあ言うて、あぶね、これ若さが大事、若さ命ですね。多分ね、これね、決着つかないかな、普通に考えて。これここにアーチャー出すとね、踏まれるんで出さないですね。一回後ろから行きます。はい、捨てます。ちょっとあの、あー、いいポイズン、なんかうわ、良すぎるポイズン、やばい。これ今スケル打たれたね。泣きたい、ちょっと。言うの来るよ、これ。マジ。聞いて、これ言うの来る。来るんだよね。これ走らせなきゃよかった。いやー、GG ですね、これ、グッドゲーム。まあ、HYSSS っていうやつはね、これ、まあ、ずっとこのデッキをね、使ってる人ですね。これまた、メガナイトなのよ、また。メガナイトしかいないですね、本当に。どうしてって。メガナイトいないのっていうぐらいメガナイトしかいないです。あ、ちょっとやばい。待って。なんで？やばい、やばい。待って。俺が、え？待って。ここに来て負ける？いや、そんな変なオチいらない、俺は。オッケー。ふぅ。よし。まあ、タイブレーカーはないんでね、マルチ。マルチはタイブレーカーないんでね、まあ、その、あ、みんな言ってますね。多分これね、みんな多分ね、一回言ったことあるんじゃないかな。どうだろう。多分ある方もいるし、ない方もいるかもしれないですけど、うわぁ、マジでタイブレーカー、マルチでも早く採用しろよっていうのと、あとは、多分、採用したら、うわぁ、なんでマルチでも、タイブレーカー採用すんだよっていう、このね、二
2つの意見、皆さんはどちらがいいですかって。タイブレイカルールね、グラチャレで採用されましたよね、マジで。あの知り合いとかと当たった時に引き分け、こうたまにね、ザップとか雪玉とかなんかスペル打ってね、引き分けグッドゲームグッドゲームって言ってね、たまにあると思うんですけど、引き分けにしてね、ああこう、まあこうね、一回携帯落として、まあツイッター見たりしてね、こう戻ってきてね、よし、じゃあグラチャレ続きやるかって思ったらね、ドゥルルーンって1×1×あれ2×あれ×がつく、なんでっていうね、このね、うわタイブレイカー忘れてたっていう地獄をね、僕は何度か味わったことがあります。はい、来ましたデスラクロス。なんだこのデスラクロスにね、僕の動画がボツにされてきたことか、わかるまいな君。まあメガナイトとバルキリーにきついんですけど、もうね、トップトップトップで勝てないですこれ。まあでもまだね、希望はあると思ってるんでいきます。まあテスラクロスね、ロイフグリファイブ打たれちゃうとマジで通んないんですよね。あとテスラがあるんで、防衛クロスしてロイフグリファイブ打たれるだけで終わっちゃうんですよね、僕のロイフグ人生が。ほら、もうなんか相手もなんか、よくわかんない。いやもうね、眠いんですよ、僕は。なんでこういう時にテスラクロスとやるのっていう。いきます。お、これなんかアーチャークリック。来た、おいしい。あ、でも俺ら中心だ。ワンチャンこれテスラとか来る。来ない。来た。ってことは、こっちに力すると、これに彼はね、ファイブ打ちます。あ、釣られるのか。なるほどね。まあ、ロイフが優秀だからこそ、遠くのものにもね、ちゃんと行くっていう。まあ、いい反応ですね。反応がちょっと良すぎるっていうのは逆にね、罪になるっていう。これ、ね、アーチャーとポイズンでね、やりたい。オッケー。まあ、こんぐらい我慢かな。いてててててて、いてててててて、もう、もう、だよ、本当に。マジで。まあ、負けないけどね。問題はね、ここですね。飛ばす。お、これはね、おいしいおいしいおいしい。もうこれね、一回盛ります。一回盛ります。一回盛って、これね、ゾーン来るんですよ。なんかね、相手がめっちゃ5打ってくれる人がいるんですよ、たまに。そうなるとね、こっちのペースにちょっと持っていけるんですね。これだって5打ちたいでしょ。あー、やめ。やめに来る、やめろ。あ、すけ、すけ。あー、残念、黒が。あはは、いて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 。あ、奇跡的に。いや、あれポイズンちっちゃいけどね、打ったら詰む。一回我慢。防波撃置いとく。で、延命、ちょっとだけね。で、スペルで壊す。で、ちゃんとポイ行きを、まあ、今の段階だったらタワーに入れていいかな。OK。さあ、流れは悪くないですね。これ、勝ち切りたいですね。もう、こんなの引き分けになったら。また引き、あ、引き分けか。ラット引き分けしかしねえじゃん。でもなんかね、引き分けの人みたいになっちゃうから。僕は何も悪くないんだけどな。あ、待って。世界は残酷ですね、マジで。ね。こういうマッチングをする。ああ、まあ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 。これね、まだ耐えれます。ワンチャン勝てそうなんだけど、マジで。わかるでしょ、なんか。ワンチャン勝てんじゃねっていう、このね、わかりますよね。これね、来るんですよ、ここに。来いよ。ほら。来た。お前、ファイブ打たないで。ファイブだけ打たないで。ファイブ打たないで。打ったー！あはー、いて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 。あ、いていて、待って、お願い。アイゴロ来ないで。お願いだから、ちょっと待って、お願い。やめて、お願い、俺、負けるとか言う、その変なオチみたいなのいらないから、俺。いや、ワンチャン、マジで、テスラ壊せ。あちゃん殴れ。あはは、ロイゴ、お前優秀じゃなくていい、今だけ。はい。お疲れ様でしたって感じですね。もうさすがにここはもう防衛クロス置いてくるでしょうっていうところです。あは。回転が早いの。
回転が早いのお疲れ様でした。まあ、ファイブが回るでしょう、これはね。はい、ワンチャンいけそうでしたけど、まあ無理ですね。はい、というわけで、怖っ、なんか、まあ最後に負けちゃったんですけど、まあ、すごい勝ち引き分け負けっていうね、これもすごい変な流れですけど、まあこのロログね、あのロログ、まあ、好きな方はぜひね使ってみてください。まあ普通にね、このデッキ自体もね、あの結構プロリーグで使われててね、強いと思うんでね、よければお試しください。というわけで、まあバルキリー強いんで、バルキリー皆さん使いましょう。では寝ます。おやすみなさい。